こんにちは、まこです。私は今ミュンヘンのマーケットに来ています。このマーケットはマリエン広場からも歩いてすぐのところにあるので行きやすいし、いろいろな食材が売られているので見てるだけでも楽しいです。早速私もソーセージとビールを買ってランチをしてきました。実は私アルコールは飲めないのでビールももちろん飲まないんですが、ここに座るにはビールをオーダーしないとダメだと言われたので、なんと生まれて初めてビールを買いました。もちろんアルコールフリーです。レジデンスにやってきました。ここは本当に豪華で素敵でした。思ったよりも広くてね、途中でショートカットして出てきちゃったんですが、もし時間に余裕のある方は全部見てみてもいいのかと思います。ここはね、バイエルン王国の王宮だったそうです。今は博物館になっています。ところでミュンヘンにはたくさんの美術館や博物館があるんだけど、そのほとんどは月曜日が定休日となっています。私はちょうど月曜日にミュンヘンに着いたんだけど、ほぼ閉まっていたので月曜日は街歩きを主にして他の曜日に美術館に行きました。ミュンヘン滞在中にお世話になったのがこちらのステファニーとドミニクです。2人ともすっごくフレンドリーでね、広いお庭もあってお家もすごく素敵でした。この日はね、ステファニーがディナーを作ってくれてみんなで食べようとしているところです。場所はミュンヘンから電車で30分くらいのワインハイムと呼ばれる小さな町だったので、滞在中は毎日のように電車を利用していました。こちらはフラウエン教会です。塔が2つ伸びていてね、ミュンヘンのシンボル的な存在の教会なんだけど、ここには悪魔の足跡があることで有名です。詳しいことはわからないんだけど、この教会に悪魔がやってきて足跡を残したという伝説が残っています。教会の入り口にその足跡がね、本当にあるんですよ。興味ある人はぜひ行ってみてください。
そしてもう一つ別の教会にもやってきました。ドイツ語なのでどう発音するかわからないんですが、アルテペーターというんですかね。こちらの教会は塔の上まで登ることができて、そこからミュンヘンの街を一望できるので早速登ってきました。ここからの景色も素晴らしかったですね。さっき言ったマーケットも見えますね。あとはフラウエン教会の2つの塔も見えるし、市庁舎も綺麗に見えます。こうやって見ると建物の屋根が赤に統一されてるんですね。ところでミュンヘンでは無料で参加できる英語のツアーがあるのを知ってますか？グルウォークというサイトなんだけど、私も今回初めて参加してみました。ツアー時間は2時間で、街のいろんなところに歩きながら連れてってくれるんだけど、もし興味があればね、ぜひ参加してみてくださいね。最後にチップを払うので実質0円ではないんだけども、それでも通常のツアーに比べたら安いと思います。ちなみにチップの目安は10ドルくらいで、もしねすごく良かったなぁと思えばもうちょっとお支払いするといいと思います。ドイツといえばやっぱりビアホールが有名です。ここはねミュンヘンでも特に有名なビアホールなので、ちょっと中を覗いてきました。4人以上の場合は予約が必要らしいけど、それ以下は特に予約は必要なく、そのまま気軽に入れます。テーブルが大きいので知らない人とも相席になって和気あいあいと楽しそうです。ここはね生バンドの演奏もあるので、まるでオクトーバーフェストのような楽しい空間が広がっています。